高浜町で恒例の綱引き大会が24日開かれ、参加した選手たちが熱戦を繰り広げました。高浜小学校で開かれた大会には、町内各区から20チーム、合わせておよそ200人が参加しました。はじめに開会式が行われ、高浜町体育協会の石井俊一会長が挨拶した後、選手を代表して安土地区の渡辺武さんが正々堂々戦いますと力強く宣誓しました。このあと男女別と男女混合の3つの部に分かれて予選リーグと決勝トーナメントで試合が行われました。参加チームは審判の合図とともに力強く綱を引き、元気な掛け声をかけながら息の合った試合を展開していました。この高浜町綱引き大会は、冬場の体力づくりと町民同士の親睦を深めようと、高浜町体育協会などが毎年開いています。なお、大会の結果はご覧の通りです。